30分を迎えましたね。嘘のような本当の話ということでね、今週もお届けしていきたいと思います、ね、まあ世界広しといえどもね、片腕でギターを弾いてね、そんなに多くいらっしゃらないとは思います、ね、皆さんにとってギターが身近なのか、ね、脳出血、大層なご病気をされた方が身近なのか分かりません。ただね、どんな人生を送って、どんな風に生きていこうっていう中にね、希望というその2文字を、ね、大きく自分の中に描いてきた方だと思っています、ね、ドクター水素ボトルの北条さんもね、ご一緒にお話を聞いていきたいんですが、先週に続きましてね、片腕のギタリストテレッコさんをお迎えしてね、お届けしたいと思いますが、はい、どうもおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。片腕のギタリストテレッコです。ねえ、ぜひね、皆さん検索してみてください。はい、片腕のギタリストテレヒコね、はい、輝くという字に彦、彦は彦です。彦星の彦です。ん？彦星の彦。彦星の彦か。あと顔の半分って言いますよ。漢字の顔の半分。ああ、そっか。こっちがね。こっちがか。そうだ。うということですね。テレヒコさん、ひらがなにも出てくると思いますね。片腕でね、左側の、肩から向こう下ね、片腕でギターを弾いて親しい方なんですが、衝撃的な、病気によってね、一度は倒れました。そして今こうして元気に、ギノワンのね、FM ギノワンのスタジオに来てくれてますが、まあ先週ね、やっとまあ退院、まあそんな中ね、皆さんは解除を必要とするんじゃないかと、ね、きっとその方がいい、そうしなさいというような先生方までいらした中で、一人暮らしを選んで、はい、久しぶりにご自宅に戻られて、はい、ギターを。ギターを弾きたかったんですけれども、ね、ギターすら持てなかったっていうところで終わったんですけれども、ね、そこからですね、始めたのは何かっていったら立つ練習だったんですよ。つまり僕自身はその場に立ち尽くすことができなかったんですよ。何かに伝って立って歩いたりすることはできるんですけど、うん、その場に何も持たずに立つっていうことがバランスが取れずに無理だったんですよ。ちなみにもう車椅子生活、車椅子は使っても使わなくてもいい状態になってて、足も装具っていう装置をつけてるので、それで立ってるようなもんなんですよ。そうですね、だから半身の麻痺は本当に感覚がわからないので、それだけでバランスが取れないっていう状況が起こっているので、立つことができなかったんですけど、とりあえずギター弾くなら5分間でも1曲弾くために5分間立たなきゃいけないっていうのを目標にしました。で、立つ練習を始めるんですけど、うちはいろいろ器具をつけてもらって立ち上がる練習ができるように、こうそれを伝って立ち上がるんですよね。で、それ棒をポッて離すとそのまま倒れていくわけですよ。バランスが取れないから。それを半年続けました。毎日で、やっぱり最初の頃は体力がないので、一回立ち上がって倒れるとそこから 4,5 分動けないんですよ。もうはあはあぜいぜいになって立てない。それを毎日半年間続けて、ある時パッて離したら5分間立つことができたんですよ。喜びでしたね。たったそれだけのことなの。立つっていう行為が人間としては当たり前の行為ですけど、やっぱり半身麻痺の僕にとっては立つっていう行為すら難しくて、だけどようやく半年かけて立つことができた。ここでギターを持つことができるって思ってギターを取ったわけですよ。そうすると今度はギターの重さが加わるので、ギターの重さで倒れるわけですよ。今度はギターを持ったまま寝たり起きたりするっていう。そっからでもコツっていうのが大事なんですよね。立つ練習のコツっていうのが分かってるわけです。半年間ずっと立つ練習をしてきてから、だから自分の重心をどこに置くかっていうのでバランスを取ってるので、それでギターを持った後立つ練習をして3ヶ月で立てるようになりました。ギターを持ってやっと立てたの8ヶ月です。ギターを弾くじゃないですよ、持つですよ。8ヶ月、だからお家に帰ってからってことですね。お家に帰ってから8ヶ月間ギターを持つ練習をしました。立ち上がってで8ヶ月後にようやく5分間持って立つことができて、見た目はギタリストですけど弾くことすらできてないですからね。そっから弾く練習を始めるんですけど、最初のうちはちなみにやっぱり脳は動け、こうね、覚えてた和音はこうなって思うんだけど、はい、やっぱ指は動かない。いや、指動くんです。動くんですけど問題は、うん、ギターはもともと慣れてるから昔の弾き方をしちゃうんです。そうすると指を押さえっぱなしのところ、支点になるところがあるわけですよ。だけど僕の弾き方は離して押さえて叩かなきゃいけない、それができないんですよ。
そらそうですよね、前の癖が残ってるから、そらそうですよね、もう全部一からになって、で一本ずつ音を鳴らす練習を叩いて、一生懸命叩いて鳴らす練習をしながら、だん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 毎日毎日そればっかりをやるわけですよ。夜タッピングってやつですよね。タッピングってやつです。ね、もうそれをずっとやってて、で自分の曲も練習しなきゃいけないってことで、自分の持ち曲「願いボタル」っていうのを練習して、それがバラードなんですけども、自分の曲が一番早いだろうっていうこと、それも一緒にやりながらしてたら、3ヶ月くらい練習した1年経ったある日、そのリハビリに行ってたら、あのずっとお世話になってる介助士さんから、最近ギターやってるんだってって言われたんですよね。まあリハビリの技師さんから漏れてるっていう話が、それで、あのじゃあそのギターを患者さんの前でちょっと演奏してくれないかって言われたんですよ。いつもレクリエーションがあったわけです。言う人は気軽に言うけど、そう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 、ね、でやっぱり元プロっていうプライドってすっごい邪魔なんですけど、人に聞かせるクオリティって言っちゃう、思っちゃうんですよ、やっぱり最初のうちは。いや元プロだからちょっとクオリティが、だからちょっと無理ですって最初は断ったんですけど、だけどこうリハビリしていくうちに、やっぱり自分が入院してた時のことを思い出すんですよ。人のそのきっかけっていうのがすごい大事だと僕は思ってるので、人との出会いって、僕がきっかけになってリハビリを一生懸命やってくれれば一番いいかなって、そんなもうクオリティとか言ってる場合じゃなくて、その姿を見てることが大事だと思って、やっぱり受けますって言ったんですよ。そしたら逆に僕自身が、あの目標ができたんですよ。その日までにだいたい4ヶ月ぐらいあったんですけど、4ヶ月間その曲だけを練習して1曲完成させるまでの希望ができたから、それに向かってすごい練習するわけですよ。でその4ヶ月でなんとか自分の曲を弾き切ることができるようになったんですよ。で演奏に向かうわけですよ。でも僕の中ではやっぱりみんなに力を上げるために演奏してるから、もう皆さんに力を上げるために頑張ろうって言って、上から目線でちょっと自分が先輩で自分のことを見せて頑張ってほしいっていう気持ちをぶつけてこようと思って演奏するわけですよ。だけどもやっぱり緊張すると、麻痺側の緊張もすごい入って、もう演奏もたどたどしいんですけど、なんとか一曲弾き切ることができた、どうだと思って、お客さん見たら、患者さんたち見たら、自分と同じ脳出血の患者さんたちなの、みんな泣いてくれてるんですよ。そして患者さんから出た言葉は、頑張ってね頑張ってねってみんなから言われたんですよ。自分がすごい皆さんに力を上げるつもりが、みんなからものすごい頑張ってっていうパワーをもらって、で私も頑張るからって言ってくれたんです。これは続けていかなきゃいけない、これ使命だ僕のって思ったんです、その時初めて。でその時に使命だって思った瞬間に、ちょうど東京でパラリンピック、オリンピックが招致されたんです。ああもうこれはもう僕にとって夢にしなきゃいけないなっていうことで、そのパラリンピックで同じ障害を持った方々の応援をギターでしたいって、まだ1曲しか弾けてないんですけど、それを夢にしようと思って僕は前に進み出したんですよ。なるほど、素晴らしいねえ、光が見えてきた、お話の中でちょっといった CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはということでね、 FM ギノワン、 FM 講座同時放送でお届けしております。私土井秀人と今日はね、東京から、片腕のギタリスト照彦さんをお迎えしてますが、この番組のオープニングにね、スタートしてからずっとね、実はかけている音楽が初恋ですね、実はね、はい、改めてご紹介したいと思いますが、ね、そんな照彦さん、一つのね、やっぱり辛い思いをした方々の、自分自身も含めて、うん、だけど頑張って、こんな風にギターを弾いてっていう姿をね、見て聞いていただいて励まされちゃった。そう、励まされちゃった、ね、逆に言わせてやろうと思ってね、力いっぱい一曲、はい、演奏したんですけどね。そう、それで、それで、もうそこでやっぱり夢をパラリンピックに使命に持ってしまう、いやそこから頑張っていくんですけど、そこから挫折の毎日になるんですよ。そこまで目標があって一曲演奏したはいいんですけど、うん、一番問題なのは、ね、何かっていうと体のことなんですよ。どんなに頑張っても体力が持たない、うん、
力が出ない、体がまともに動かない、その中でどうやってやっていけばいいんだろうってすごい悩んでたんですよ。だけど座って引いてもでもやっぱり座ることが僕できなかったんです。体幹が弱かったので、だから立つしかなかったんですよ僕は。なるほど。で僕はどっちかというとあの重心が後ろに骨に乗ってるタイプなので、立つことはなんとかできるようになったんですけど、座って引くともうベタってなってしまう、 前にかがんでしまうんですよ。だからギターも持つこともできなかったし、座ることができなかった。だから立つか寝るかだったんですよ当時は。でその中でどうやってこの体調を元に戻さなきゃいけない、いろんなものを調べて何がいいだろうというか調べまくって、で体を鍛えようと思っていろいろ体も動かしたんですけど動かない、どうしよう。その中でやっぱり演奏もちょこちょこ入ってくるわけですよ。リハビリももちろん毎回いただいたり通ったりで、ね、ですよね。で一番いいのはやっぱりそのギターを知らないリハビリの技師さんがこういう時はどうすればいいんだろうって、ギターのその力の逃がし方とかもいろいろ、もうギター弾いてると体がどんどんこわばってきて固まっちゃうので、ギターすら弾けなくなっちゃうんですよ。一曲弾いてやっと弾いてた状態だったんですよ。でこっからで、まあ、病院で演奏したりとかそういうところで、まあ、病院関係で演奏することが多かったんですけど、まあ、1,2 曲がせいぜいなんですよ。で2曲目弾くのもそこから1年かかってますからね。でそういうことがありながらもう悩みに悩んで、で途中でもギター弾きたくないやって思ったりもすることがあって、だけどギター好きだからとりあえずまた弾きたくなるっていう気持ちのもう本当に揺れがすごくて、その中で ある全国のお医者さんたちが集まるところで演奏することになって、そこで演奏させてもらったんですね。そこで僕のことを気に入っていたお医者さんがその障害者にとっていいものを作ってる会があるからそこに来てみないかって言われたんですよ。で僕もう本当に喉から手が出るほどいろんなものを欲しがってたので、そこにじゃあ行ってみますっていう話をしたんですけど、自分が住んでるところからそこまで蒲田っていうところなんですけど2時間ぐらいかかるんです電車で、うんうん、でその間乗り換えもあって、そこに行き着くまでが大変だけどとりあえず何か変わるかもしれないからということでそこに行くわけですよ。でそれはやっぱり僕自身が何か変えるのは自分の力じゃなくて誰かの力をもらってやっぱりあるっていうのがあるから、とりあえず行ってみようって言ってもうハーハーしながら行ったら、そこに北条さんがちょうどプレゼンをしてたんです水素ので、僕自身もぜいぜいハーハー言いながらそこに行きますと、ちょうど水素のその話をしてくれて、その場で水素がすぐ吸えたんです。だから僕は一番いい時に水素を吸うことができたんです。でもそのハーハーなってる時で吸わせてくださいって吸ったらスーッと楽になって、普通は体がそんなに動かないんですけど、その時だけはスッと立てたりできたんですよね。どれぐらい、いや本当にもう吸入できたんですか。ずっと吸ってました。吸入1時間ぐらいは吸ってましたね、うん、でね、その座長のねドクターが、うんうん、私が喋り終わった後にお話を伺ってみて、湯上さんどうでしたかってパッて振るんですよ、うん、そしたら湯上さんがスタッと立ち上がって立てて、これでねびっくりして、で水素すごいです、水素すごいです、水素すごいです、水素すごいですって壊れたおもちゃみたいになっちゃったんですよ何年苦しんできたか。そう、本当にそこが一番問題だったんですよ実は僕の中で。これからギター弾いていくのにこれ以上体動かせない、立ってられない、時間40分も演奏できていけない。そこで北条さんと出会って、で初めて北条さんがライブに来てくれたんです。その時に水素を持ってきてくれて、これをちょっと試してみようって言って渡されたんですよ。そこからずっと吸ってて、でそのライブに当日になった時に初めて効果が分かるわけです自分の中で。で演奏した後もすっごいこう筋肉が硬直しちゃうんですけど、これを解くのがめっちゃ大変だったんですよ。もう力が入りまくって硬直してるので、技師さんでもこれを解くのって数十分かかるんですよ。そのぐらい硬くなってる筋肉がその場でついそすったらスーッて落ちちゃって、っていうね、僕が最初にねその湯上さんのライブを見に行った時にやっぱ病院だったんですよね。病院で聞いてるのがそういう患者さんだ、同じ病気を頑張ってる患者さんだったり看護師さんとかね、お医者さんばっかりだったんですよ。まだ数曲しか弾けない状態なんで、ね、で数曲弾いたらいきなり湯上さんの体に痙攣が起こって、ギターを抱いたまま前に頭からバーンって倒れたんですよ。でそこから痙攣がうわ始まってうえってなってる
ところでお医者さんとか看護師さんがタンカーとかねなんとかっつってもう大騒ぎしてうわーってその場でね、はい、それまで感動でみんな涙流してたのが突然悲鳴に変わるみたいな状況になってでそこで私がスルスルっと行って黙って水素吸わしたんですよ。そしたらこわばりが2分ぐらいで取れましたよね。もうスッとその場で降りたってすっげーと思ってすっげーと思って、まあ、ちょっと久々に記念にやっていきましょうかせーの嘘ですよね。でねお医者さんがその場で目の前で見てるわけですよ、うん、水素すげー水素すげーっつってねお医者さんが言ってましたうん、でだから結局単価はなし体がだんだん緩んでいくんですよ、はい、水素吸ってたら緩むのがすごかったんです。だから本当に副交感神経が優位になるんだって水素吸ったらそのぐらい僕にとってギターをやる上で絶対に必要になってきたのがそれなんですよ。いろいろそれこそ食品まで多分調べられると思うんですよね。ああ薬食品調べてったけどでうさんくさいのも結構あるんですよ怖いのもあるんですよ。いや確かに欲しいけどこれ取ったらどうなるんだろうって なんかよくわからないものを体内に入れると相当なリスクなのでまあね本当に湯上さん研究家だからね納豆の話出したら1時間喋ってますからね納豆キナーゼについてもう本当にだから自分の体に必要なものって調べるんです。だから水素も実は最初のうちはいいというのは実は水素の案もあったんですけど実際分かんないじゃないですか。だから自分が体験してみないと分かんなくてでも水素って何の無害な水素だって言われてたんですよ。そこをだから吸ったら全然変わるからおかしいなと思う。だから僕は自分で実験したがるんですよ。で結局演奏すると僕3日ぐらい起きれなかったんですよ。その3日間を水素は一瞬にして壊してくれたっていうのが僕だから水素そんな水素って言ってもそんな体すぐ戻んないよっていう気持ちでいるから最初のうちだから30分ずつ毎回も 寝たっきりでもう体痛いんですよ。だけど30分ずつこうやって時間見るんですよ。暇で演奏した後は3日動けないからもう暇でしょうがないから、そういう実験をしてずっと実験見てたら12時間で動くようになったんですよ体。3日かかってたのがですよ水素を吸いっぱなしで12時間で受けるようになって北条さんこう おかしいですよってでもねさっき その立ち上がれたっていうのもね脳出血の人とかこの前もね、うん、国家省の人なんかもそうなんだけど、はいはい、体が5分以上同じ姿勢だと固まってしまうって言うでしょ。 そこも問題ね。本当に脳出血で脳梗塞とかの人って自分で頭では体を動かせるって思ってるんですよ。立ち上がるっていう気持ちはあるんですけど、うん、体が動かない、うん、言うこと聞かないっていうか立ち上がりたくても体が持ち上がらないんですよ。そういう症状になってるのでこれが持ち上がる気力まで持っていけるっていうのはすごいことなんですよね。いやだからみんな歯を食いしばってうわーって震えながら立つんですよ。それを湯上さんはさっきの話に戻っちゃうとバッて立てたからびっくりして水素すごいです水素すごいですってなっちゃったんです。もうだからもう頭パニックになるほど効果があまりにも出すぎて逆に怖いんですよ何をやってもとかね。だって3日が12時間で、ね、それ何回か続けたらどんどん時間縮まってって聞く時間で今度立てるようになって今では次の日全然問題なく2日連続でできるようになったんですよ。とか水素吸い続けて2日連続ライブなんてありえなかったんですよ僕の中で。で岸さんともいやちょっと2日続けたら多分無理だと思うって言ってたのが水素のおかげで全然2日連続でライブできるようになって今まで3時間できるようになって。で僕夢がアメリカの何ですかゴッドタレントに出たいっていうのがあってだから北条さんに来月アメリカ行きませんかっていう打診をしてるんですよ。16時間やっぱ飛行機に乗るの耐えれるぐらいの体になってきた。だから今年はいろんなどんな仕事でも受けて自分の体をしっかり慣らして来年に向けてゴッドタレントでガーンとやってみませんかっていう話を。で一人じゃ何もできないので北条さんの力を借りてみたいな感じでいろんな人たちの力を借りてそうやっていきたいなと思ってるんですけどね。いや夢広がる中ちょっと、ね、そうなんです。だから水素CM 入っていいですか。そうですね、一旦 CM 入っていきましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
嘘のような本当の和ということでね、片腕のギタリスト、ね、うん、湯上さん、照彦さんはね、はい、お迎えしてますけども、で、ね、ゆうさんの本当に話は尽きないし、新たな目標もね見つけられたドクター水素ボトルとの出会いということで、はい、本当信じられないですね。信じられないです。ところも水素と出会ってなかったら本当にここまで回復してないし、もうあの時悩んでたことが嘘のようにどん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 、もうあれからだから何年、脳出血から倒れて12年で、6年目で初めて最初のライブっていう一人でライブ45分間だけど、北条さんとタッグマッチで組ませてもらってやることができて、初めて NHK でも放送されたんですよ、ドキュメンタリーが。そこからもう水素との出会いでもう6年経つんですかね。その6年間でやっぱり劇的に体が変わってきましたし、出会ってなかったら本当にここまで来なかっただろうなっていうのがあったから、僕にとってはもう水素なしでは語れない人生になっているし、みんなに本当に、まあ一番は僕はやっぱり半身麻痺なので、半身麻痺の人たちに吸ってもらって、なるべく早く吸ってもらって、もうそんな躊躇してる場合じゃないですよこれ。もう本当に自分で体で分かってるから、できればすぐ吸ってほしいっていうのもあるし、それでリハビリしてもらったら絶対効果は変わっていくなっていうのもあるから、僕自身はリハビリにぜひ取り入れたい、本当に一つの療養具にもあるような感じがするんですよね。あのね、土井さんと私の、うん、まあ、仲間でね、同級生で脳出血になったプロゴルファーいるんですけど、はい、もう湯上さん会ってもらってね、うんうんうん、ご自分の話してもらって、結局2年で 95% 回復したんですよ。もう最高ですよね。もう今ゴルフクラブ振れますからね、彼はね。いやだからもう絶対に吸って、だからこれを聞いたらもう今すぐにでも吸ってほしいっていうのはありますね。ね、本当早ければ早いほどね、うん、ほど回復が早いから。本当脳出血になる前に出会ってたら、脳出血にならないリスクは、本当に脳出血になるリスクはかなり軽減されます。これはもう本当に分かってるので、だからもっと早く、でもこれ不思議ですね、もっと早く出てたら、出会えてたら片腕のギタリストになってないんですか、うん、そうですよねだからこれはやっぱりそういう、まあね、深い意味があるんでしょうね。意味があるんですよね。だからこうなって、うん、やっぱ北条さんと出会って水素に出会ったってことは、やっぱりこれを広めていきなさいってことなのかなって僕は思ってるので、うん、やっぱそのことをですね、もう言い続けますね僕は。ね、うん、でたくさんの苦しんでる人たちの、ね、勇気にね、照子さんのギターがね、うん、勇気になっていけばいいし、うん、確かにこの水素ボトルがね、もっともっと身近に届くようになってくれれば、はい、こんなに苦しまなくて済むのにっていうことだってありますからね。名前もドクターですからね、うん、もう医者いらずのドクターになっちゃいますよ本当にもう、ね、お医者さんはお医者さんで必要なんですけどねあそれはそれでフォローしない、はい、決してあの病気が治ると言ってるわけではございませんので、ね、治りはしないんですけど、うん、でも僕自身はここまでなってますからね。そうですね、うん、病気は治ってないですけど、体は元に戻るっていうか、パワーは出てきたので、すごい大事なことですね。やっぱやる気とか気持ちが前に向くことが大事なので、それを戻してくれる水素は素晴らしいと思います。そうですね、本当すごいと思います。うん、そして最後もう時間があまりないけど、うん、オリンピックに向けての話。あ、そうだ、僕パラリンピックに出たんですよ。そうそう、夢があったんですけど、そして布袋寅泰さんからも「いいね」ってやって、ね、いいねしてもらったり、布袋さんからもあのインスタグラムで「いいね」してくれて、すげえグレートじゃない、アンビリバボって言われたんだ布袋さんから。そしてパラリンピックの閉会式にも出ることが一番重要かもしれない。夢叶ったんだ。そう、水素のおかげで夢が叶って、それすっかり忘れてたっていうぐらい夢が叶ったっていうのが、だからもう本当にコロナの中だったけど、パラリンピックが決まって出ることができて、その間も何回水素に助けられたか、もう気が狂いそうになってたんですよコロナで。で実際問題、当日まで出るか出れないかは分からなかったんです。ねえ、まあ、本当に過酷でありながら今こんなに元気にね、はい、話をしてくださる照子さんですが、またね時間も迫ってきました、はい、念のため情報を流します。ぜひねライブへお越しもいただきたいと思っておりますしね、嘘のような本当のは今週も、北条雅也さんと片腕のギタリスト照子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。